はいどうも、パプンテジ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで、今回は現地観戦首位撃破へということで、長崎対町田のプレビューですね、やっていこうと思います、よろしくお願いいたします。ということで、さあ、この試合、現地観戦に行きます。まあ、熊本戦以来ですかね。 の、えー、現地観戦とというとこでございます、まあ、この試合もですけれどもね、えー、前回同様、えー、この YouTube メインチャンネルの、えー、視聴者さんとそう僕の友人と、えー、3人で行かせてもらうんですけどもね、いや非常に楽しみでございます。まあ、ちょっと、ね、この試合、まあ、首位ゼルビアということで、なかなか、ね、難しいゲームにないかもしれませんけれども、しかしゼルビア自体があんまりこう調子良、えー、くないみたいなんで、まあ、一発あるんじゃなかろうかっていうところを期待してみていこうと思います。これからよろしくお願いいたしますと、えー、いうことで、まずこちら。 長崎で待ちだということで、長崎現在勝ち点55で5位ですね。で、えー、ゼルビア現在勝ち点68で1位というのが、ゼルビアの今シーズンの結果にはなっておりますが、しかし、まあ、さっきも言った通り、ゼルビアは調子が。 良くないというところで現在、直近5試合か直近5試合で見ていくと長崎は2勝1敗、2分けでまあ4試合負けがないまあ連勝が欲しいところではありますけれどもしかしまあ負けはないというところですがしかし、首位の、A、ズルビア実は3試合連続で無得点ということでまあこれがだからエリキ不在の影響とまあアデミウソンも怪我を。 しておりますんであと藤尾選手もね、いるっちゃいるんだけれども、やっぱそこをね、外国人選手、エリキの抜けた穴というところはちょっと痛い感じがしますね、まあ、藤尾選手もね、成長中で、本当、注目のストに成長しているんですけれども、ちょっと現状ね、ねこの3試合、えー、連続無得点、そこの藤尾選手の爆発、えー、この試合あるかどうか、で、長崎がそこをどう抑えるかといったところのポイントにはなってきそうですけどもね、で、次開両チームスターティングメンバーにはなってきますが、まあ長崎以上4、4二2まあ四4一5 1の形にはしております。 けども前回4試合連続ゴールで止まったね得点記録にはなりますが、この試合どんだけね活躍することができるかどうか、まあ、チャン・ミンギュも藤原選手もねファンマ選手のようなタイプはね得意としてるまあ空中戦で競り勝っているのがチャン・ミンギュ、藤原というところなんでまあ、ファンマからしたらこの2人の壁をどう越えていくかっていうところとこのファンマ選手どういう,ようなボールを供給することができるかどうかやっぱ鍵は外ですよね。えー、両チームやっぱマル,マルコス選手,沢田選手 選手というところ長崎も強力なウィングの選手いますしで町田町田でね平川選手え沼田選手まあ縦に突破できる選手がいますこの映画とかまあメンバー構成として若干ね変化をえ加える可能性ありますねさっきも言った通りねゼルビアは3試合得点がないんでちょっとメンバー変更含めてあるかもしれませんまあ多分442か451で来ると思いますまあミッチェルデュークかね藤尾選手どちらか控えに回してトップした高橋大吾を使う可能性もありますがまあ基本は多分この形か はありますが何そこの沼田選手にしても平川選手にしてもですけどもねこれ縦への突破というところは一つ武器にはなってきますんで抑えたいで あと、ゼルビアで調子がいいのは、やっぱ松井レンジですね。まあ、なんだかんだ、さっきね、3試合連続で得点がね、ょっと話をしたんですけども、しかし、貯金4試合で見ると1失点しかしておりませんので、守備陣は堅い、えー、ゼルビア、本当に堅守は継続というところなんでね、その堅守を支えているのは、センターバックももちろんそうなんですけど、もう1個前ですね、えー、もう1個前、川崎から来ている松井レンジですね、この選手は本当、ボールを奪うこともできるし、ロングパスを通すこともできますんで、この松井レンジのボール出し能力、でそこからの展開というところを抑えたい。 ま、本当松井レンジのディフェンス能力相当高いんで、ね、ここをどういうふうに、えー、超えることができるかどうか、あと、ゼルビアは鈴木純也選手ですね、えー、鈴木純也選手のロングスローは一発ありますんで、まあ、長崎も増山選手などの、えー、ロングスローありますが、ゼルビアも、ね、鈴木純也選手の、えー、ロングスロー、これが一つ武器にもなってきますんで、やっぱどちらかとと右ですよね、右をどういうふうに抑えるか、でまあ、右で作って、ね、左の藤尾選手が飛び込んでいくみたいな、えー、場面作りたいと思うんですよね。そここをどういういに長崎がが抑えることができる かどうかというところの一つ鍵にはなってきそうですけどもねで次こちら えー、両チーム注目選手ということで、今回注目選手は松澤選手、平川選手の両サイドハーフに、えー、しました、松田選手はスーパーサブ的な扱いなんで、まあ、先発では出ないとは思うんですけどもね、ただやっぱこの選手が流れを変えるみたいなところは、今、長崎あります、やっぱ松田選手がボールを持つとね、ねちょっとこう、えー、独特なリズムで突破していくみたいな、本当にスーパーサブ的な活躍見せている松田選手なんでね、まあ、えー、ゼルビアの守備陣、硬いですけれども、ちょっとね劣勢の時はこの松田選手、一発、ね、ジョーカーとして活躍してほしいところにはなって きますねでえー、この2人、誕生日近いんですね。今、気づきましたけどね、えー、2001年1月3日生まれ、平川選手で、えー、2月5日、1か月ぐらいしか誕生日違わないんですね、えー。ちょっと意外ですね。で、平川選手は佐賀出身というところで、佐賀東だったかな、えー、選手ですよね。で、えー、両チーム数字、両者が、両者数字で言うと、松田選手はまあ9試合出場で、えー、全部途中からですね、9試合とも途中から出てきて2ゴール、1アーシュート。 本当ね。先発出場はないんですけど、結果残しているのは松田選手にはなってきますね。で、平川選手。今年本当ね。大成長を見せた選手ですねえ。27。先発で5。ゴール3足と。足。 でこれが両者の、ね、数字にはなってきます、細かいところの数字ですけど、もね、まあ、松澤選手、ね、点数高いですよね、これね、あのフットボールラボさんの、えー、データ指標ですけど、相当高い数字、まあ、平川選手と比較しても、こんだけの、えー、差がある、まあ、スーパーサブ的にやってるんで、やボール持つ時間が長いとかね、えー、シュートで終わる展開がな多いとか、あとはやっぱ、えー、相手選手は疲れた状態出てきますんで、この辺の数字は上がってるうちもあるんでしょうけどもね、これがだから先発で出ればですけどもね、そうは簡単にボール持つことが、えー、できないと思う 思いますので数字はちょっと変化しそうですけども、しかし、こんだけの、えー、数字残しているというのは松澤選手には、えー、なってきますの本当、平川選手と比較しても、こんだけの差があるというと、本当、平川選手もスーパーな選手なんですけどもね、ただこれ、使われ方とか、使われたタイミングとかにも、えー、状況にもよるかなというのはありますよねで、まあえー、下に出しているのが両者の今年の成績、まあ、さっき出しましたけどもね、で、言うと、松澤選手、シュート成功率高いですよね。 えー、シュート成功率28.6%。まあ、大体こうサッカー選手のじゃシュート成功率ってなんぼで高いのか中いうところになってきますが、大体20%超えれば、ね、シュート成功率は高いと言われております。まあ、大体こう20%超えれば優秀な数字。まあ、野球でいうと3割っていうところでしょうかね。というのがありますが、まあ、28%。まあ、ね、シュートの本数7本で2点決めておりますんで、まあ、相当高い数字には。 なってきますよねこの得点感覚というところ松尾選手の武器というところでしょうね。ということでこれが両者の今シーズンの数字というところですね。で次こちら 2> 2専門チチャャンンネネルルそしししてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願い,いたしますこれが両チームの数字的な話にはなってきますクラブの数字ですけどもね、まあ、長崎はいつも出しているんでいいとは思うんですけども、まあ町い一応こんな感じ、まあ、オフェンスの数字はそんなに上の方は良くないんだけどもしかしまあシュート成功率は。 高いし、堅守のイメージがどうしてもありますけどもね、守備が硬いイメージがあるんですけども、あ試合平均得点数は両者とも1.7というところですね、高いですよね、ゼルビアだから守備だけのチームではないというところ、なんだかんだで前回対戦長崎も相当ね点取れてますもんね、ディフェンスの指標、やっぱね、ゼルビアが安定して高いですよね、非シュートの数も少ないし、非チャンス構築率も少ない、やっぱ相手にこうボールを持たせるスタイルですよね、ゼルビア相手にこうボールを持たせるんだけれども、しかし、持たせてもですけども、 こうまあピンチを迎える場面が、えー、少ないというところですよね。っていうのが両者の、えー、数字でございます。でこちら これが得点パターンですけども、まあ、長崎はセットプレーから得点がね17点なんで、ここはやっぱ生命線ですよね。で、まあ、ゼルビアも、ね、やっぱこうセットプレーから得点も多いし、まあ、クロスからも一定数取っているので、まあ、30メートル未満のパスからなんで、結構ねゴール前での崩しというところはゼルビアもえ狙ってきております。これやっぱロングボール、ちだといってもロングボールのイメージがあるんですけども、しかしまあ最初だけですよね、もうきっかけはロングボールなんだけど、その後は結構細かいパスをつないでいく、まあ、ダイレクトとかワンタッチ、ツータッチでボール回していくみたいなところも。 もありますんで、まあ、この30メートル未のパスカの得点も多いというのはなんかわかるというところでってきますね。で え失点パターンで言うと、これパッと見で思ったんですけど、長崎今年 PK 与えていないんですね。え長崎って今年ね、PK 与えていないんだっていうのがなんか今パッと思ったんですけどもね、ちょっと意外ですよね。珍しいですよね。で、ゼルビアの失点パターンで言うと、クロスか失点後い、さっき言った跳ね返せる選手はいるんだけれども、やっぱ横からの揺さぶりでも一つこれはえ狙い目、むしろこうクロスからしかね、失点していないと取ることもできるんじゃないかっていう数字にはえなってきます。まあ、急失って。まあ、休止点自体がじゃ多いかっていうとね、 長崎もまあ10失点クロスからしていますけれどもその他の失点がゼルビア少ないんで急失点が多く見えるのかなという感じはしておりますが、まあ、そんな中でも急失点クロスから失点が一番多いというゼ、えー、ルビアにはなっておりますけれどもねで次最後こちらですね。 これが90分間換算の平均スタッツには、ね、なってきますけど、一応こんな感じというところですね。まあ、ゼルビア大体この辺の数字って、ね、オフェンスの数字なんですよね。この、えー、90分間換算のスタッツっていうのは大体オフェンスの数字が並んでおりますんで、まあ、オフェンス、もちろん力はあるんですけどもね、得点能力あるんだけれども、その他のスタッツで言うとですけども、まあ、オフェンスの数字が、えー、メインになってきますんで、ちょっとゼルビアの良さはここにはないのかなって。 いうのと、まあ、さっきも言った通り、ちょっとゼルビア最近調子崩しておりますんで、まあ、直近5試合の結果とね、シーズントータルで比べた時には、今ちょっとこの数字よりも、まあ、悪い数字が実は、えー、並ぶんじゃなかろうかという感じはしておりますけど、さ、えー、長崎ね、逆転初学園向けて、この試合しっかり勝って、息をつけてほしいところではできますけどもね、はい、っていうのが以上になりますね。以上、プラムンテールサッカーチャンネルのちょっと短かったチャンネルでます。その